皆さんマラング・クミンガは、コンゴ民主共和国、北キブ州ゴマ出身のバスケットボール選手。NBA のゴールデンステートウォリアーズに所属している。ポジションは、スモールフォワード。コンゴ民主共和国に生まれ、2歳の時からバスケットボールを始める。14歳の時にアメリカ合衆国へ移住した。ハンティントンプレップスクールで1年間プレーした後、 アワーセーバーニューアメリカンスクールに転校。平均25得点、5リバウンド、5アシストの成績を記録した。ナイキエリートユースバスケットボールリーグに選出され、ケイドカニングハムをはじめ自分より、年上の多くの選手と対戦した。3年目のシーズンが始まる前に、ザパトリックスクールに転校した。シーズンでは、平均16.2得点、5.5リバウンド、 3.7アシストの成績を記録した。クミンガはこの年の高校生の中で最高のスモールフォワードと評され、ESPN、ライバルズ、247スポーツの主要3サ,サイトから、いずれも5つ星で評価された。このうちライバルズでは全体3位、ESPN と247スポーツでは全体4位にランクインした。テキサス工科大学、オーバーン大学、 デューク大学、ケンタッキー大学など NCWA の強豪チームからオファーを受けたが、2020年7月15日に大学へは進学せず、ウバックリーグノンバックリーグイグナイトと契約したことを発表した。2021年2月10日のサンタクルーズウォリアーズ戦で G リーグデビューを果たし、19得点4アシストにリバウンドを記録した。しかし、 G リーグでは、スキルの乏しさや、状況判断の悪さなどの弱点が目立ち、株を下げてしまった。2021年7月30日に行われた、ドラフトで、ゴールデンステートウォーリアーズから7位で指名された。NBA 選手のエマニュエル・ムディエイは、いとこにあたる。第一言語はフランス語であるため、トベ当初は英語をうまく話すことができず、現在も学習を続けているという。ザゴリア、 アダン、ジョナサン・クミンがメイクスケース4ナンバー1ハイスクール、プレイヤーインザネーション、トークスフューチャープランズ。ザグザブログ、2021年3月10日へ覧。SI オールアメリカン TV、トップ 2021F ジョナサン・クミンが、スピークスオンソーシャル・インジャスティス、インデモクラティック・リパブリック・オブ・コンゴ。SI.com。2021年3月10日へ覧。 2018から19マックスプレップス、ボーイズバスケットボールソフォーマーオール、アメリカンチームマックスプレップス。www.maxpreps.com。2021年3月10日閲覧。ナンバー1ジョーズん25ジュニアジョナサンクミンが、トランスファーズツーザ、パトリックスクール。USA Today イスクールスポーツ、l 2021年3月10日、閲覧。 nj.com ケビン・ミニック nj アドバンスメディア法、ボーイズ・バスケットボールセカンド・チーム・オール・ステート2019から2020 nj 2021年3月10日へずら覧トッププロスペクトクミンガ・ピックス g リーグ・オーバー・ ncwa espn.com 2021年3月10日へずらん。5スター・リクルート・ジョナサンクミンガ・サインズ・ウィズ NBAG リーグ。NBAG リーグ。2021年3月10日。閲覧。ジョエルン・タン・ブーイ。メンズ・バスケット・ボール。ユニバーシティ・オブ・ネバダ・ラスベガス・アスレチックス。2021年3月10日。閲覧。ザゴリア、アダン、ジョナサン・クミンがメイクス・ケース・フォー・ナンバー・1ハイ・スクール。プレイヤー・イン・ザ・ネーション。トークス・フューチャー・プランズ。ザグザ・ブログ。2021年3月10日。閲覧。 ありがとうございます。